ちゃん強すぎるよ。戦おう、ベル。もっと戦おう。戦いごっこしよう。ちっ、ガキみてえな遊びばっかしやがってくだらねえ。もう、ベートさん、なんでそんな口の悪いことばっかり。仕方ねえからこの泣き虫野郎と遊んでやるよ。クラスの友達とは仲良くしねえとだしな。けれれん、あんな態度なのにクラスの輪を考えて、なんて素敵。我が名はアールブ。公務員よ、ここにお花を植えなさい。はは。バラはダメ、嫌い。チューリップにしなさい。はは。にゃふふふ。見ろにゃ、クロエ。あの頭の悪そうな子供たちよにゃ。アーニャに言われちゃおしまいにゃ。だいたいあれは2年生だにゃ。ふん、2年生なんて年は一つしか変わらないにゃ。あんなの相手ならミャーは余裕で勝てるにゃ。勝てるって何で戦う気にゃ。なんでもいいのにゃ。とにかくミャーの方が上だと分からせるのにゃ。そうすればミャーはこの小学校のボスになれるのにゃ。落ち着くにゃ、アーニャ。ボスになんてなれるわけないにゃ。何言ってるにゃ。ボス猫になったらミャーは毎日お昼寝をしてお菓子を食べて。それならミャーは可愛い男の子をクロエ選抜にしてお尻フリフリダンスを踊らせるにゃ。あとはお昼寝をしてお菓子を食べてジュースも飲んで、それでお昼寝をして。クロエ選抜の選考基準は厳しいのにゃ。まず顔が可愛くて、あとは膝小僧がキュートなこと。ボス猫になれば最高の日々が待ってるにゃ。誰にもミャーの邪魔はさせんにゃ。しょうがにゃいからミャーも付き合ってやるにゃ。ハーレムを作る夢もあるしにゃ。見てるにゃ、うぞうむぞうの新入生ども。ミャーはおミャーらのボスになるのにゃ。にゃー、はっはっはっは。ちょっとあんたら、さっきからうるさいんだけど。おにゃ、にゃんだ、おミャーは。にゃんだって、同級生じゃないの。今日来てるんだから、同じ入学式に出るんでしょ。そうなのにゃ。そんなことより、さっき聞こえてきた話だけどさ、もう小学生でいい歳なんだし、もう少し大人になればボスとかさ、バカじゃないの。なんにゃあいつ。ふんにょー。まあまあ落ち着けにゃ。ジタバタ、ジタバタ、ジタバタ。ジタバタって口に出して言う言葉じゃないにゃ。ムカつくにゃ。同じ小学生なのに、なんであんなこと言われなきゃいけないのにゃ。まあアーニャは特別アホだとしても、あいつ同い年とは思えない落ち着きだったにゃ。決めたのにゃ。ミャーがボスになったら、あいつをミャーの手下にしてやるにゃ。ミャーが食べるお菓子の袋を開ける係にゃ。あとはお昼寝の時にポンポンする係と。一体どこの王様にゃ。うるせえよ。ほにゃ。わかったって言ってんだろ。忘れ物なんてしてねえよ。そう言っていつも忘れ物してるでしょ。ベルフはおっちょこちょいなんだから。あ、待って、もう顔が汚れてる。ちょっと来なさい、ゴシゴシしてあげるから。いい
うか、なんで来てんだよ。今日は俺の入学式だから関係ないだろ。関係ないわけないでしょ。ベルフはうちの孤児院の子なんだから。それとも私が来たら迷惑だった？ベルフは私に来てほしくなかったの？別に迷惑じゃねえけど、来てくれるのはありがたい。嬉しいわ。ベルフったらなかなか素直にならないんだから。はい、ポンポン。よせよ、頭ポンポンするなって。え、なんで？いつもは喜ぶでしょ。外ですんなよ、恥ずかしいだろ。にゃんだあれ、多分同級生だと思うにゃ。ふん、ま、大したやつじゃなさそうにゃ。持ってるバットもめっちゃ変だしにゃん。おい、俺のバットが変だって？にゃにゃ、聞こえたのにゃ。俺のバットを悪く言うやつは許さねえぞ。こいつでぶん殴って。もう、そうやってすぐ喧嘩始めちゃダメでしょ。ごめんなさいね、この子ったらわんぱくで。このバット自分で作ったのよ。だからバカにされるとすぐ不機嫌になっちゃうの。でも根はいい子だから、お友達になってあげてね。人前で殴るなよ、ヘファイストス。つうかもう帰れよ。ダメ、喧嘩しないって約束破ったでしょ。目するからこっち来なさい。よせよ、あっちが先に喧嘩売ってきたんだぞ。にゃんだかおかしなやつばかだにゃ。ん？あの二人も同級生かにゃ？なんだか地味な二人だにゃ。ま、大したやつらじゃなさそうにゃ。同級生はそんな風に言うなだにゃ。でもまあ。黒い選抜に入れそうなのはいないにゃ。ん？それは何のことにゃ？気にするにゃ、アーニャは知らなくてもいいにゃ。とにかくこいつら相手ならすぐボスになれそうにゃ。アーニャ様のボス猫伝説小学生編がスタートするにゃ。めんどくせえ、頭いってえな。昨日の酒が抜けてねえぜ、ちくしょう。何の科目だっけか、算数か。じゃあ教科書12ページ開け。アルミラージが2匹いました。そこに3匹やってきました。今何匹でしょう？うう、じゃあそこのキャットピープル、答えは何だ？だにゃ、だにゃ、アルミラージが2匹いて、そこに3匹いてたから、2匹と3匹で、つまりは、2と3で、頭から煙が出てるにゃ。ふにゃにゃ、頭の中が